はい、初おばあばと申します。ガベジやっていきます。前回やめたところのセーブが、市場が行けるようになってたはずなのに、行けないので、ちょっと巻き戻ってますね。朝まで訓練して倒しに行きましょうか。3対2なんだけど、こっちの方が圧倒的にレベルが低いから大丈夫だと思うんだけどね。あと1人めまいしてるし大丈夫だ。間に合ったか。よし、一人やれた。頼む、めまいからの復活。よし。やった。うわ、髪切れちまう。では、こっちの報酬ももらっちゃおう。エリアクリア。よし。この人はパンツを売ってる。と、今は買いません。そして市場で欲しいものをもらおう。Okay, this mysterious midget should definitely know the answers to my 謎の questions. 小人。But at what 私の cost? 質問に対する答えを知ってるはずだ。謎の小人。いいものいっぱい揃ってた。この人しか黄色いハテナがないので、キャロットマンを、ギャングスたちが現れて、俺たちの代わりに殴られる前は、ここで新鮮な商品を売ってた警官は何もしなかった。この状況を何とかしてくれないか？してあげよう。そしてこの人と戦うようになるけど、今は、スタミナも体力もないのでやめといて、で、ここにサーフィスベンチっていうのを作りましょう。あ、ちょ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 、サーフィスベンチを立てましょう。さあ、そうすると雇えるようになったね。さあ、もう一回行ってくる。行ってみるか。あ、水がないの？だいぶ強いのかな？この人。次のところの人だしな。そうだよね。やめといた方がいいかな。ないんだわ。すごい、ご飯をもらったの？
ベルアップ。あ、夜になったね。パリーを選ぼうか。30から70%の確率で2人のキャラクター間でダメージを受ける。やめてパリーに入れてみる。つける。頑張ろうか。で、完全復活したら、あ、そっか、完全復活しなくて。スラムブリッジの夜のところに建築家がほらいるので、建築家を雇いました。うちはスタミナトレーナーなんだよね。スタミナトレーナーもね、ぜひうちに来てほしいところなんだけど、とりあえず建築家がいるんだけどね、夜の間は何も、やってもらえないんだよね。おじさん、じゃあ、4時間でゴミが来るけど、一回これ行ってみる？行け。この人の技がね、これがめっちゃ痛いんだよ。あ、でも、ね、勝てたー。やった、ご飯とお金が手に入ったね。寝よう寝よう。え、あなたは物乞いで。行きます。次は何を狙ってくる？この。わ、強そう。レベル感じが同じ。いいよ。めまいピオラしてる。おー、いいよー。やったー。解消。ビクトリータナさ、まだ大丈夫だね。よし、じゃあ。遊び場の、この人を倒せるかやってみるか。その花を見たい。取ってはいけない。見たい。トリトなんだ。わあ、強いな、やっぱり34だ。体力34。
うわー、頭突きがね、結構強いんだよね。この世界の頭突き。うわー、ガードしてるし。ダメだ、もう体力も、スタミナもない。はい、終わりダメだったね。あ、そして、建築家のおじさんからね、設計図を変えるようになったので、ネズミ捕りを飼いたいね。音質も欲しいけど高いんだよな。ネズミ捕りだな、まずは。ネズミ捕りは、よく。に置こうか。あ、置けないね。まだまだ。紙が足りない。紙が足りない。紙と、なんか、お椀みたいなのと、最後のやつ。もう一個取れるね。音質欲しいんだよな。その前に強くするか、バーベルを強くするか。あ、お金足りないのか。あ、今減った金額 4.58。ダメだった。そうか。さっき市場に行ったのは昼だったっけ？夜だったっけ？いるか。この人も強いと思うんだよな。金が欲しいね。あ、回復した。汚れ 35%。取っちゃおっかな。このぐらいのちょっとのお金なら物乞いで、もしかしたら。稼げるかも。アイタンのリベンジってきますね。あ、お金あと 0.5、 あ、この女の子2人が来るの。この子たちも来るんだ。すごい、マイナス4のレベルって初めて見たんだけど。すごいね。
なんか落としててくれるのかな。わあ、お金持ち、この子たち。4.32 だって。いやー、ちょっとネズミ取りも欲しいんだけど。だね。ここにね、トーチを置かないと、シャワーが浴びられないんだよな。出るか。そしてレベルが上がれましたね。これにしよっかな。こっち雇わないと剣士ね。なあ、予測する練習か。よし、あれ9点、9ドルあるから、ベルバーをベルアップできるようにしようか。よろしくお願いします。けど多分ね、アップグレードのゴミが足りないんだよね。3個もいる。最後のやつそろあれかな。そろそろまた水道のやつ行っても大丈夫かな。水道の この人だ。もう一回チャレンジしましょう。下水道の冒険。前にゴミが来る。グラウンドセーフとゴミ。あなたもシャワー浴びといたら浴びれるうち。もうそろそろ休ませるか。テオドールさんは起きたら体調はそのままで。よし、じゃあ剣士は何しようか。しないでしょ。うろついててもらうか。はい。これまだいけないんだね。これいこうか。
わあ、8レベルと7レベル、ダメじゃない？無理でしょうよ。ああ。うわあ、ダメっぽいよ。だってあともうこっち7でしょ？うわあ、勝てないねー。骨折られちゃった。そう。じゃあともうちょっとだから物乞いするか。夜の市場行ってみましょう。Smells like teen spirit. Well, maybe not only that. I can smell the devil's lettuce too. あやしい匂いがする。あ、そうなんだ。購入品があるだけか、夜は。踊ってますね。山田は踊っています。山田は踊って。うん、遊び場の人。次は勝てるかな。体力もほぼ近くなった。31対34。よし、続きされる前にやっつけろ。あと1。あ、頼む。やったー、勝てたー。嬉しい。あなた番もらったね。それでさあ、ここにいる、ほら、この、女の人のような人物に花を全部届けることができました。そして5ドルもくれた。それでまた一つアンロックできるな。おぉ、ちょっと待って、海岸。港はあなたの、寛大な行為を待っています。私のお気に入りの、なんて読むんだろうね。時期なんとか。海岸に行けるようになってます。行ってみようか。Taking your dog for a piss could mean something totally different from what you imagined. If you're in Berlin, 想像していることとは全く違う意味になること。わあ。犬のようになんかむさぼり食ってるね。わ、ドグマン。ワンワン。ワンワン言ってる。狼の子孫ではない犬を何と呼ぶか私にはわかりません。悪いカルマから身を守るために犬を使う。黄色いハテナはこの人だけ。では、先日、我が家の犬が一匹亡くなりました。悲しい出来事でした。新しい犬を探してくれませんか？もちろんだよ。新しいワンちゃん。あんま入ってない。お、やったー。紙とかありがたいけど、瓶。そうそう、これがね、あと2つぐらいいるんだよね。
足りなかったね。これをね、アップグレードさせるのに、最後のやつがいる。下水道が来るので、朝になった時かな、下水道。ヨードールさんどうしようかな、あと4時間か。一応ネズミ取り作れるようになったけど、ちょっとアップグレードが先かな。最終決戦かな？最終決戦。で、見よう。下水道対決、ファイト。いやいやいや、もう残り3しかないんだけど。よしよしよし。あとその人だけ。いいよいいよ。あ、嘘でしょ？ネズミ攻撃関係ないんだ。目くらまししてても。うわぁ、最悪。負けちゃった。そしたらこの人から、銃あるからね。おじきのアップグレード。後回しかい。雨のコレクターも欲しいとこなんだけどね。シャワーのアップグレードってどうなるんだ。雨水を集める。快適で効率。キャラクターも暖かさが失われにくい。2の次かなぁ。まずは強くなりたいような。温室までお金貯めるか？ネズミ取りをもう作っちゃうか、一回。ちょっと。野菜を入れておこう。回復待とうか。
レベルアップ、レベルアップさせて、一旦ここで終わりますか。エルボーパンチに変えた。エルボーパンチで、よし。はい、ということで今回はね、郊外の市場はまだなんだけど、多分この人に、あれ？パンチマーク出てる。この人に花を届けたら市場に行けるようになったっていう。はい。ところまで来ました。ご視聴ありがとうございました。次こそはね、下水道の冒険勝ちたいし、海岸の方ももっともっと広げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Bye-bye.